本日ラティサさんの美しい調べに乗せて松山お話の会の皆さんが語り部となり、古代から脈々と流れる月の姫の物語の世界に皆様をご案内していただきました。今夜は久米中学校演劇部久米舞研唱会、そして松山お話の会の皆さん、ラディサさん、音響の松岡さんのご協力により皆様を琴の葉の月の世界にいざなうとともに、今宵ひととき時を忘れ、古代の久米漢画でゆったりと遊んでいただけるよう久米ハイジの会が企画したものです。いかがでしたでしょうか。今一度今宵のプレイベントを盛り上げていただいたご出演ご協力の皆様方に盛大な拍手をお願いいたします。ありがとうございました。それでは久米ハイジの会事務局長より皆様にご連絡とお願いがございます。はい、皆さんこんばんは。今日はいかが でしたでしょうか。今日はたくさんの皆さんに来ていただきまして大変大変嬉しく思います。久米ハイジの会からご連絡とお願いを申し上げます。私たち久米ハイジの会は昨年に引き続き地元で活動するアーティストや保存会の方々に協力をいただき、多くの方々にこの久米漢画遺跡群を知っていただき、その価値や交流の輪を広げようと開催の実現に向け汗をかいてまいりました。ただ私の活動はボランティア活動で手弁当でございます。まあその活動資金も乏しいのが現状でございます。受付に募金箱を用意しておりますので、できる方はご協力をいただいたらと思います。で、久米ハイジの会はこれからもたくさんの若い方々のご協力いただきながら、これからもこうした歴史遺産の、保存会の活動を通して皆さんとつながってまいりたいと思っております。で、本日のですね、岸ハイジ祭り2019岸ハイジ祭りプレイベントについては、ちょうど8月19日月曜日朝の9時にイベントチャンネルというのがケーブルテレビありますので、また放映されると聞いております。今日皆さんの後ろ側にケーブルテレビの方が来られて撮影しておりますので、また8月19日月曜日朝9時何回も放送されるようですから、またご覧ください。なお本日はご協力いただいたラティサさんの CD をですね、受付にて販売いたしておりますので、この方もよろしくお願いいたします。本日はありがとうございました。暗くなっていますので、お足元に十分お気をつけてお帰りください。また来年もぜひお越しください。ここでお会いしましょう。それではおやすみなさい。